小賀幸人君、はい、立憲民主参民の小賀幸人でございます今日は質問する機会を与えていただきましてありがとうございました、えーえー、今日は nhk に関する予算ということで、えー、後ほどこの模様もテレビで放映されると伺いました、えー、まず伺います、えー、繰り返しになりますけれどもまず えー、令和5年度の NHK の予算案、予算の総額、そしてそのうちの受信料はどれぐらいあるのか、お答えください。伊藤参務理事お答え申し上げます。令和5年度収支予算でございますけれども、事業収入は6440億円でございまますでそのうち受信料につきましてては億円となってございます。 小川君その予算の中で、内訳、多いものから3つほど教えてください伊藤専務理事事、はい、事業支出の方でございますけれども、最も多いのが国内放送費でございます。3195億円となってございます。2番目に多いのが給与費でございまして、1124億円。 3番目が減価償却費でございまして、740億円となってございます。小川君では、視点を変えまして、番組制作費の内訳で多いものから3つ教えてください。 理番組制作費におきましては、えー、チャンネルごとの内訳で申し上げますと、総合テレビジョンが608億円、教育テレビジョンが227億円、BS1 が271億円となってございます、また、えー、国内放送費3195億円と申し上げました。 この中で各チャンネルの全費用ということで申しますと1470億円地域放送番組費が165億円報道取材費が228億円などとなってございます福岡君え通告しておりますので、えー、b s ワンではなく、えー、さらに BS プレミアム BS4KBS8K 音声放送なども教えてください、はい、伊藤専務理事 先ほど BS1 までお話申し上げましたが、BS プレミアムにつきましては216億円、BS4K につきましては96億円、BS8K につきましては15億円、音声放送につきましては35億円となってございます小川君、はい、そのうちです、ね、非常に NHK さんに対して、国民の期待や、それから信頼の高い報道の費用というのは、どれぐらいの内訳になっているでしょうか。 東専無理事令和5年度予算におけます国内放送費のうち報道取材費は228億円で9.2%を占めてございます番組関連予算の9.2%でございます小川君 その中でも、特に NHK さんが非常に評価の高い、海外でも評価の高く、賞の獲得もしております、検証報道に関しては、どれぐらいの費用がかけられているでしょうか伊藤専務理事。どう めええと検証報道といいますか、まあ、調査報道という趣旨でござ、えー、という,ふうにことで申し上げますと、えー、これにつきましては、さまざまなニュースや番組に組み入れた形で行っておりますので、えー、個別の費用というのは出せないということをご理解いただければというふうにお願いいたします。小川君 えまああの調査報道というのは、検証報道ともまたちょっと微妙にニュアンスが異なるとは思いますが、非常に評価の海外でも先ほどから高いというのはそらく検証報道も含めてのお話だと思いますので、その割合を具体的にもしよければ今後、明示していただければと思っております。さて、以上のような予算の内訳を教えていただいた上で、お尋ねをいたします。えー、昨今 この NHK さんに対して、えー、肥大化という言葉が報道をよくされておりますが、この肥大化については、どのように NHK さんは考えていらっしゃるでしょうか稲葉会長委員ご指摘のとおり、えー、肥大化というものを懸念する声があるということはあの承知してございます。 しかし、修正した経営計画でお約束したとおり、スリムで強靭な NHK の実現に向けて、今、取り組んでいるところでございます。NHK の業務、受信料、ガバナンスのいわゆる三位一体の改革というのは、着実に進められておりまして、事業支出は3年間で634億円の削減。 いいう,うになってございます今年10月には受信料の1割値下げを実施するということとともに、来年3月末には、衛星波一波を削減するということにしてございます。でこうしたあの改革を進める一方で、コンテンツの質が下がるということがあってはならないというふうに考えておりまして、名目上の事業収入は減少しますけれども、 限られた経営資源を NHK ならではのコンテンツの取材、制作に集中するということで、また同時にデジタルテクノロジーを活用するということで、高品質なコンテンツを効率的に制作していくという方針で対応してございます小川君稲葉会長あの、ご答弁ありがとうございました。 あのこれまでの今までえまさにその今会長がおっしゃっていたようなスリムで強靭化あるいは質の高い番組作りこういったことがこれまでも総務委員会でもお話をいただいておりました一方で今日稲葉会長から冒頭お話をいただいた中にこれまでの NHK さんのやり方自体にもしほころびなどが あるいは修正点などがあればということを考えて、これまでの取り組みを検証するチームを設けられたと伺いました。 大変結構なことだとだ思っています稲葉会長が今年になってご就任早々、そういう真摯なお取り組みをですね早速、組織的に動かされて、フットワークよく、さまざまな形での取り組みを始められたことに敬意を表させていただきます。 で具体的に先ほどからの文言について、さらに深掘りをさせていただきます、またあの会長は就任されてまだ間もないわけでございますので、もしよろしければ、それは参考人で結構ですので、お答えいただきたいと思っております。まず、その肥大化ということでお尋ねをしますが、この肥大化に対して NHK さんは懸念を持っている。 で具体的にはどういうところに懸念を持っていらっしゃるのか、参考人で結構です、お答えください。伊藤政務理事あの委員御指摘のとおり、肥大化を懸念する声というものがございます、であの私どもも BS4K、ね、えー、BS8K BS ということで、2つ波がまあ増えていき、 まあそういう中で、あのトータルの職員数が増えていかない中で、えー、コンテンツの質がです、ね、あの下がるようなことはあってはならない、でそのためにあのコンテンツの量をです、ね、あの抑制しつつ、あの質の維持というのに全力を挙げていく必要があるというふうには考えてございます。えー、二元体制の中で、やはり NHK ならではのコンテンツをしっかりと出していく体制を作っていく、これがあの非常に重要なことだというふうに考えてございます。 でまあ、その際にはあのデジタルテクノロジーとも生かしながら効率的に作れるようにもしてまいりますけれども、やはりあの私どもとして、何よりも視聴者の皆様に質の高いコンテンツを持続可能な形でお届けしていく、まあ、これをしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます<君>あの伊藤専務理事にお尋ねしますが、今おっしゃった、私がお尋ねした肥大化の原因は何ですかというお問いに対して、局、えー、を減らし、そして、 量ではなく質の高い番組をお送りするというご答弁でしたけれども、そうすると別になんら問題ないように気がするんですが、もう一度お尋ねします、NHK さんの肥大化、これは懸念をする材料は、具体的な原因は何だと思われますか伊藤専務理事。お、はい、答え申し上げます。 委員ご指摘のような形で、やはりあの波が増え,る増えていくだけでは、あの全体としてはコンテンツの質に対する懸念がございましたので。 あのそれに対して私どもの判断といたしまして、あの現在のような形で全体の業務量というものをコントロールしながら、質の維持に全力を挙げていくという形で進めていくということを選択をしているということでございます。ですからあの、飛来化ということについては、今、現時点では私どもとしては、特段の懸念は持ってございません古賀君。 それではなぜ、えー、それぞれの報道機関などで、えー、他の報道機関などで、この肥大化が問題視されていらっしゃるのとか、そこはお分かりになっていらっしゃいますか伊藤専務理事あの、えー。お答え申し上げますあの。肥大化というご批判をたくさんまあ頂戴しておりましたのは、やはりあの私どもとして、受信料収入が大きくなっていき、 まあの波も増えていったという時期が一番大きかったかなというふうに思ってございます。まあ、その後私どももあの値下げという判断をさせていただき、まあ、あの波についてもあの抑制していくという形で進めてまいりますでおりますので、現時点においてはですね、その肥大化というご円についてはあの以前よりはあの小さくなってきているのかなというふうには思ってございます。 一方で、インターネット活用業務につきましては、今、総務省の公共放送ワーキング等でご議論いただいているところでございますこれもあの適切な形に、まあ、進んでいくんだろうということで、公共放送ワーキング等の議論を注視させていただいているところでございます<君>さらにお尋ねしますが、では、肥大化のその要因を、懸念をされている材料を払拭するためには、えー、まず、 今今年中に NHK さんの言葉で言われる衛生派を一発整理統合される削減をされるという形が今最良の方法だという形で受け止めましたけれども、それでよろしいんですか。伊藤専務理事、はい。お答え申し上げます。あの巨大化に対する批判の声が大きかったということを踏まえまして。 2021、23の、まあ、現在、こ、まあ、今年最終年度でございますけれども、この経営計画におきまして、あの策定段階におきまして、あの衛星放送につきましては、一波削減するという方向の方向性を示させていただいたということでございます小川君。となるとお、さらにこれ、問題が肥大化ということでの問題意識が、 まだ払拭がされてないということにもし他のメディアなどが取り上げた場合はさらに放送局を削減をするあるいはそういうご予定があるとも伺っておりますけれども BS のほかにもその削減する予定がおありになるなら教えてください。伊藤選務理事 本年あお答え申し上げます、本年度が最終年度であります経営計画、3年間の経営計画におきまして、ラジオにつきまして、2025年度に削減する方向で検討するということは記載させていただいております。ただ、それを具体的にどうするかということにつきましては、まだ今後の検討が必要だというふうに考えてございます古賀君。では、この肥大化の問題に関しては、一つ問題の意識として、 NHK さんが今後取り組まれていく BS の放送の一波削減そしてラジオも今後削減する予定が終わりになるということで肥大化ということが一種解消するためには放送局の削減に直接結びつくだという理解でよろしいんでしょうかそれとも他に肥大化に関してはさらなる懸念を払拭するための方法を 何か検討されてたり実行されていらっしゃいますか。稲葉会長、あの、えー、委員あのご承知の通り、<laughs> 私着人生万も,もうないものですからこ細かい数字がよくわかりません。しかし基本的に今 NHK が直面している問題についてはあの理解しているつもりでございます。委員のご指摘はあのなるほどもっともでございまして、あの、えー、NHK はあまねく 放送を全国に、えーえー、行き渡される、えー、それで <coughs> 公共的な使命を果たす。 ということが放送法で定められてますがその事業のためにそのために受信料を集めさせていただくということが許されているそういう組織でございますしてあって広告収入等に依存しながら事業を展開する民間放送局とは少々あの性格を異にしています。でそれだけにあの自らが その放送を発信する際に無駄はないか重複はないか自らこう反省しながらです、ね、チェックしていくということが大事でそれが同時に課されている NHK の任務だというふうに思ってございます。で非大化の あのご批判があるっていうことはその自分でチェックする能力にあるいは実績にやや不足があるんではないかというご批判だろうというふうに思っておりますしたがって今後そういうご批判がないように自らをチェックして無駄効率的なあの放送の発信に努めていきますけれどもその際必ずしも えー、それが十分でない場合はその、えー、放送波を削減するとか、そういうことではなくて、えー、まずは自分たちの経営に対してしっかりチェックをしていくと、無駄なことを避け、効率的な放送業務の運営に努めるということが大事なことではないかというふうに思ってございます。和君 えー、ありがとうございましたそれではあの質的な評価ということで、えー、さらにこれから検討する余地もございあるようでございますので、お尋ねします。実際に今年の1月24日に、えー、第三四半期の業務報告という形で、えー、質的資法の評価というのがここに出されております。これについて、えー、ご答弁を、説明をお願いいたします。 通告しております。はい、即興止めてください。松本、えー、稲葉会長、えーえー、申し訳いありません。ちょっとご質問の趣旨をちゃんとあの捉えてございませんでした。お答えいたします。えー コンテンツの質の維持、あるいは向上に向けて、NHK の,のニュースや番組が視聴者の皆さんにどう評価されるか、これはまあ定期的に調査を行ってございますで。番組につきましては、正確な情報を迅速に伝えるとか、生活に役立つ情報が得られるといったような11の指標とか、インターネットについては、この11の指標に加えて、いつでもどこでも見られる、そういったような そういう5つの指摘、指標を設定して、年4回、調査を実施してございますで。こうした調査結果に基づいて、ニュース、あるいは番組制作の現場で、これらを共有し、改善を図るという状況でございます。小川君、はい あの誤解のないように申し上げておきますが、質問のこの通告に関しても、もう先週行っておりますし、その通告のレクも先週行わって、この説明をして行うということは、その通告のレクの際に私も確認をしておりますので、どうぞ誤解のないようにお願いをいたします。さらにその中で、このご紹介があった上でご,ご質問させていただきますが、このページの中に質的な評価で各チャンネルごとで書いてございます。 えー、総合テレビ、教育テレビ、b s 版 BS プレミアム、そしてインターネットについても状況として書いてございます。ただ残念ながら、質的評価をこれから重視するにもかかわらず、この直近の第三四半期の業務報告では、BS4K や 8K に関する質的評価はございません、あるんだったら教えていただきたいですし、ないんでしたらない、その理由もご説明ください。 務理 BS4K および 8K につきましてはあの、質的な評価をするええとことはまだ現状では行えていないというところでございます小川君、まあ。重大な懸念を申し上げておきます、質的なものをこれから重視させるために、一般 NHK さんの言葉でいう削減や、それから整理統合を行う。 法律上はこれ、総務省さんの言葉を借りれば、廃局です。廃局をするによって、今後、量ではなく質的なものを重視されるとおっしゃっている以上、まだやっていませんというのはお答えになっていないと思います。大変厳しい,言い方かもしれませんが、これについてはやはり真摯に受け止められて、なぜ BS の 4K や 8K、しかもこれからされるものに対してのお答えがないのか。 調査をされてないのか明確なご答弁が今できないのであれば後日で結構ですうちの事務所にその検討結果をお寄せいただきたいと思いますまたこういうことを先ほど稲葉会長が冒頭おっしゃっていただいた今後の検討チームに挙げていただきたいと要望させていただきますこういうことを一つ一つ検証することで本当に nhk さんが 質的な向上を目指して、本気度があるのかどうかというのを視聴者の皆様方は見ていらっしゃると思います。ぜひよろしくお願いいたします。何かご答弁、補足がありましたら、どうぞ。なければ、はい、どうぞ。稲葉会長あの委員ご指摘の,あの質の高い番組の提供というのは、大変重要な問題だというふうに思ってございます。でしかかかかももその質のののの質高いといいとうううはどういうものかなかなかあの 人によっても見方が違いますし、まあ、その一義的に数値目標のような指標のようなもので捉えられるとも、私は必ずしも思ってございません、しかし、そういうことをきちんと捉える努力も引き続き重要だという委員のご指摘については、同意いたします、そのように努力をしなきゃいけないというふうに思います。でその上で その上で質的に高い番組を提供するっていうことは結局視聴者の皆様の命を守り生活を守り生活がより豊かになったというような実感を持っていただくということに尽きるそういう番組そういう質の高い番組そういう良い番組。 これを提供するということで、そういう見地から NHK は十分あの良い番組を提供しているか、自らはチェックしながら進んでいきたいというふうに思っておりますの、はい、質の高い番組に対して、先ほど稲葉会長からもご答弁ありましたように、命を守り、生活を守る、こういったものに貢献をしていくことが、質の高いという、まあ、具体的な まあ評価に値するもものではないいだろううかというご答弁もありました私もそれに対しては、大いに賛成をいたしますし、ぜひ推し進めていただきたいものだと思っております。で、えー、その質の高いというところに、若干の先ほど、まあ、若干どころか相当懸念をいただいているという言わせていただいた中に、もう一つございます、えー、報道の体制でございます。報道に関しては NHK さんがやはり最も得意とする分野であり、そして公共放送たる存在価値として、皆さんが信頼をされ、そして頼りにしていらっしゃる部分だと思っています、ただ、昨今のこのスリムで強靭なという文言の中で、どうも報道の、例えば具体的に申し上げますと、泊まりの体制がもうすでになくなっている地方局も随分あると伺っています。 え具体的に私が聞いている範囲では、これはもう質問通告のレクの中でも伺いましたけれども、例えば東北地方であれば、宮城は泊まりの勤務がある、でも青森や、あるいは県庁所在地にもかかわらう他の東北のエリアによっては、もう泊まりのないところもある、もう言ってみれば、誰もいない。こういうい体制で本当に NHK さんははは対応ができるののかというのは私は非常に懸念を持っております新しいあの放送局も出来上がってということで、まあ、お祝いや祝意の気持ちも終わりになりますが、そういう放送局に本当に泊まりの報道部員がいつもいるんでしょうか、その辺も含めて、あのご答弁をお願いしたいと思っております稲葉会長。はい、あの委員ご指摘のとおりあの、視聴者、国民の命を、 と安全を守るための報道というのはまあ公共放送 NHK の重要な使命役割だと本当に認識してございますで全国の放送局のネットワークを駆使して確かな情報を迅速にきめ細かくお伝えしていくための必要な体制これを構築していかなければ確保していかなければいけないというふうに考えてございますで中でもあの地域情報の発信拠点となる地域放送局については 実はその全職員の半数以上を全体としては配置してございますで必要な要因を確保するとともに各地域の実用に合わせた配置を務めてきているということでございます委員ご指摘のようなことがあるのかどうか私はもう少しあの現場を見てチェックしてみたいというふうに思います委員長 久保君。せっかくの機会ですから、参考人にお尋ねします。この体制は当然ご存知だと思っています。現状を止まりのない。放送局があるのかないのか、あるならば具体的に教えてください。林専務理事。 例えばあの委員ご指摘いただきましたとおりあの、泊まりを行っていない放送局もございます。これは泊まり勤務を広域で運用しているということでご理解いただきたいと思います。複数の放送局の業務をカバーすることに取り組んでいるところでございます。その際には当然のことながら、地理的条件なども考慮しつつ、災害時、また緊急時に正確で迅速な報道を行うための制体制を整えております。本部や地域放送局の泊まり勤務などにつきましては、 災害報道、緊急報道などに機動的に対応できる体制を確保することを前提として、え普段に検討と見直しを行っているところでございます。先ほど、会長も申し上げましたとおり、災害報道、緊急報道、公共放送の重大な使命だと考えております。引き続き NHK のネットワークを生かして、視聴者の皆様が必要とする情報をテレビ、ラジオ、インターネットで、簡単なくお伝えできる体制の検討を進めていきたいと思います。 その泊り勤務のいない放送局は、県庁所在地も相当含まれていますか具体的に教えてください。林専務理事。 失礼いたしまました、えっと、県庁所在地も含まれておりますただ、どの放送局が恒常的に泊まり勤務がないとか、そういったことではなくて、それぞれの NHK でいうところのブロック、拠点を中心とした運用の中で、どこかの放送局がその時は泊まりがないけれども、でもそれは広域で運用してきちんとカバーをするという体制になっております。小 私も民間の放送局ですが、報道部に所属していた20年余りの経験がございますが、泊まりがないということは、初動が遅れるということです、マンパワーにおいて、そしてその現場にたどり着く時間が当然かかります、さらに言わせていただければ、住民の皆さんたちが本当にそれで納得するんでしょうか、県庁所在地は少なくとも、その県で最も人口のエリアが多いところです。 そこに泊まりに報道する記者やカメラマンが誰もいないんですよ、これで皆さんは受信料を毎月地上波だけでも1万円、お支払いになっているわけですけれども、納得がいくこれはスリム化なんでしょうか、強靭化なのでしょうか、もう一度その点はですね、しっかりと、しかも、 経営の、今日いらっしゃっている理事の方々は、現場の記者の経験も終わりになると伺っております、本当にそれでいいんですか、改めて伺います、それぞれご答弁ください。林政務理事繰り返しになりまして、恐縮ですけれども、災害報道、緊急報道は NHK の生命線だと考えております。 今あの委員ご指摘のお点も含めまして、今後、さらに検討を進めてまいります古賀君。釈迦に説法ですが、申し上げておきます。県庁所在地だけでも、最低でも必要だと思っていますし、なぜならば、例えば私の地元、福岡、ここはまあ人口が九州でも最も多いエリアです、ただ、えー、他の地域でもお火山があったりします。 地震の多いエリアもあります、えー、こういったところで、えー、果たして迅速な対応がリモートという形で取れるのか。だったら、地元に住んでいらっしゃる視聴者の皆さんたちが、直接インターネットで撮影をして、動画投稿してくださいっていう方が、臨場感のある映像が出てくるかもしれません。まあ、逆に言うと そこまでやらないといけない今状況なのかということをぜひ真摯に受け止めていただきたいと思っていますこれはあの私があの批判だとか攻撃だとかというふうに誤解をされては恐縮です国民の皆様たちの命や暮らしを守るために私は最低限でも止まりの体制は公共放送は必要だと思っていますそのために国民は貴重な受信料を払っていらっしゃると思っています えー、時間がないと思いますので、えー、今度その泊まりのないエリアの放送局それから放送局でないもの私の事務所にお持ちくださいよろしいですかお約束いただけますか林専務理事承りました古、はい、賀君、はい、ではさらに伺います、えー、次は、えー、ではもう本当に基本的なものでございますが えー、視聴者の皆様方にとりましての、その公共の電波というものは、一体これ、誰のものになっているのかということを改めて NHK さんに伺います、えー。電波、番組、これは誰のものなんでしょうか。稲葉会長、えー。公共の電波はあの、国民の貴重な財産であるというふうに承知してございます。 えー、受信料を基本的な財源とする NHK と、それから広告収入を主な財源とする民間放送局は、ともにあの公共の電波を使って放送を行っておりまして、ひと地く公共的な役割を担っているというふうに思っております。で、NHK はその放送法に定められた公共放送として、公平・公正 で確かな情報を簡単なく伝え、視聴者の,あの日々の判断のよりどころになるということや、質の高いエンターテインメントを提供することで、豊かで文化的な生活を支える、そういう役割を引き続き果たしてまいりたいというふうに考えてございます小川君おっしゃる通りです。あのまさに電波は、えー、みんなのものです、えー、国民のものでございます。 そして、えー、我々はその電波を、あるいは出していただいている方々に、本当に現状も頼っている部分があったり、命を守ってくれる糧となっていただいている部分もあったり、人生で自分の仕事を決める上で、大きな影響を受けたり、感動させていただいたり、そういうことで、引き続き重大な使命を持っていらっしゃると確信をしております。 だからこそ申し上げさせていただきます、えー、いろいろな文言が先ほどからありました、例えば質の向上、それからスリムで強靭化、あそういったことが残念ながら、ですね、えー、民間ご出身の稲葉会長でしたらお分かりになるかと思いますが、これ、すべて理念なんですね、具体的な数値では、先ほど視聴率のお話も別の委員からお問い合わせがありました。 視聴率ってだけけででは計り知れないものもの確かにあるわけですただ、NHK さんの中で、例えば数字として、民間企業と同じように、何らかの数字としての目標が細かく設定されているものなんでしょうか、あるいはこの理念だけで物事が進んでいるものなんでしょうか、その辺を教えていただけないしつまり民間ではですね、まあ、あんまりちょっとこれだけっていうのは、正直考えにくいんですね。 だってあの正直、平っていう言い方もちょっと変ですけど一般の入社したての社員の人たちでも自分の目標を具体的に書きそれをできれば数値化して目標を書き上司と面接をして1年間経ってその目標がちゃんと滞りなく済んでいるかこういうのがもう自流です。にもかかわらず NHK さんはこの理念というものがいっぱい並べられてはいるんですけれども残念ながら具体的な数値的なものが視聴者には見えてきません先ほど放送権料の話もありました前回11月の24日のこの放送委員会でもワールドカップサッカーのドイツを破った翌日に放送権料はおいくらですかという話をしましたが契約上申し上げることはできませんということでしたただ やはりこれから先、いくらかかったのかということは、国民の皆さんたちのやっぱり重要な関心になってくると思います、それと採用されたもの、それから不採用だったもの、こういったものも含めて、説明責任が公共放送であるがゆえに、大変かと思いますが、出てくると思います。でえー それぞれの国際的なスポーツの協会や、それからそれに間に入っている広告会社などのことも、いろいろと事情はあるかと思いますけれども、そういったものも含めて、先ほどの泊まりの勤務体制も含めて、会長が設置されました新しい検討委員会で、しっかりとその辺も検討していただきたいということでございます。そこはお約束いただけるでしょうか 稲会長全般委員がおっしゃいましたとおりあの、民間ではさまざまなあの従業員の行動、目標を、まあ、数値に置き換えまして、それの達成度合いをもって、その全体としてその組織の達成度合いを高めようと、こういうことでございますので、私もあの。えーその NHK というこういう公共放送をやっている組織でそういうことはできないかっていうことを、まあ、ちょっと考えたことがございますがやはりなかなか難しいなというふうに思うのが実感でございますで、私が大事に考えてございますその放送法でもですね例えばその質の高い放送とかいうのはなかなか定義が難しくて NHK をはじめ放送局は あの良い番組を提供することということを書いてございます。で、要するにこういうふうに傷つくすることが多分精一杯なんだろうと思います。で、理念になってしまうんですけれども、職員全体はこの理念をですね、しっかりこうあの頭に置いて愚直にあの実現することっていうのが実は。 組織運営の上で大事なことではないかと今考えてございます。でその関連で様々なあの NHK がやっていることについてもう少しあの具体的なその事実なり費用なり開示できるものは開示すべきではないかと。 いうお尋ね、それ視聴者にとって必要な情報ではないかというお尋ねについては、その点はあのいろいろあのこれまで不十分な点があれば、そこは見直し、えー、できるだけアカウントブルなですね NHK の業務運営をしていきたいというふうに思ってお、はい、りがとうございま好楽君。時間が迫ってまいりましたので、結びにさせていただきます。あの 継続をしていくということも大切なことだと思いますし、これまで培ってきた NHK さんの伝統や歴史の中で、当然引き継いでいかなければならないものも重々承知をしております。と同時に、まあ、先ほどのシフトの体制などもお話をさせていただきましたけれども、まあ、それだからといって、非常に矛盾をはらんでいます。というのは、じゃあそれで原油の体制の中で、人を増やさずしてどうやって、 このこのスリム化をやっていくのかだからこそ、今、時間があればもう少し申し上げたかったんですが、東京の同じ職場で、お2人の方がまあ労災の認定を受けて亡くなってらっしゃいます、働き方改革というものも当然、NHK さんの中にもございます、ただそのバランスの中で、やはりすべてのことを視聴者のために放送を出していくんだ。 という社会的な使命をやっぱり第一義に考えていただくそれをやっぱり大前提に合言葉はそこだと思います私もかつての職場で全ては視聴者のためにその文言によって随分救われてきましたいろんな意見が当然あの個性の多いあのメディアの世界ですからいろんな意見がありますでもその中で、えー、全ては視聴者のためにという文言を 旗印にしていただいてその中からあ突破口を開いていくそういうことをぜひ実践していただきたいということを願って私の質問を終わらせていただきますまたあの様々な問題課題は当然散席されていると思いますので引き続き良い議論ができればと思っておりますご清聴ありがとうございました